じゃあまず最初に未来追いつき横浜といいまして、石垣島出身の大島さんという方が作られた曲です。未来追いという意味は愛しい、大切にしたいという意味で、沖縄や本土の愛する歌になってます。聴いてください。Yeah.
じゃあもう一曲だけやらせていただきます。ではまさにハナロックスの1969年リリースに真夜中のギターを歌わせていただありがとう。
とうございました。ありがとうございました。皆さんたくさん募金お願いいたします。